起訴状などによりますと工藤会幹部の緒方哲則被告はすでに有罪判決を受けている4人と共謀し国の許可を受けずに FX 投資名目で投資家を募り資金の運用利益を得たなどとして金融商品取引法違反の罪に問われていますこれまでの裁判で緒方被告はシステムを運営していることは全く知らなかったなどと起訴内容を否認しています 今日の論告求刑で検察側は国民の経済の発展や投資家を守るための金融商品取引法の趣旨に反し相応の責任に当たるなどとして緒方被告に対し懲役1年6ヶ月と罰金200万円を求刑しました一方弁護側は合法行為を前提としていたため故意は認められないなどとして無罪を主張しています 判決は9月27日に言い渡される予定です。